ご覧いただきましてありがとうございます。賃貸の松木の内田です。本日は、事務所仕様から 1LDK の綺麗なお部屋に生まれ変わった、今井ビルをご紹介させていただきます。まずこちらご紹介するのが LDK のスペースとなっております。こちらのスペースですね、広さもそうなんですけど、南向きで、窓も切ってですね、非常に日当たりのいい、お部屋となっております。テレビやソファーなどを置いて、ゆっくりとくつろぐことができます。そしてこちらの LDK のスペースに、このようなですね、大きなクローゼットがついております。こちらですね、奥行きもそうなんですけど、高さもしっかりとございますので、コートなど丈の長いものも十分かけていただけます。それではキッチンのスペースをご紹介させていただきます。はい、こちらがキッチンのスペースとなっております。キッチンはですね、人気のカウンターキッチンとなっておりまして、キッチンの後ろのスペースもかなりしっかりとございますので、冷蔵庫やですね、食器棚、電子レンジなど十分置いていただけます。また、こちらキッチンも、2口のガスコンロが最初から入っている、システムキッチンとなっております。調理するスペースも十分ございますし、換気扇も大きなものがついております。また収納もこのように上の収納、そして下の収納としっかりとございますので、調理器具などお鍋などですね、しっかりと入れていただける、そんな、使いやすいキッチンとなっております。そしてキッチンの後ろ側にはこちらですね、モニター付きのインターホンがついておりますので、外の様子は中にいながらにしてすぐに分かります。それでは、次ご紹介させていただきます。まずこちら開けていただければですね、玄関の前のスペースなんですけど、ウォシュレット付きのお手洗いとなっております。そしてこちら、まず洋室をご紹介させていただきます。こちらがですね、主に寝室として使っていただける、洋室となっております。こちらもですね、綺麗にリフォームされていますので、非常に、使いやすい、そして新鮮味のあるお部屋となっております。そしてこちらが、水回りとなっております。はい、こちらが洗面所となっております。洗濯機はもちろん室内に置けますし、洗面台の方は人気のですね、シャンプードレッサーとなっております。そして奥に進んでいただければ、こちらお風呂となっております。上には浴室乾燥機もついておりますので、換気の方もバッチリとできます。そして最初のお手洗いのところですね、後ろがこのように玄関になっておりまして、スペースもしっかりとございますので、ペタ箱などは置いていただける形となっております。はい、そんな感じでお部屋のご紹介の方はこれで終了させていただきます。気になる条件等は賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。